よっちゃんからプリクラが届いたわ。これはみんなに見せらんないわ。これはちょっと、この俺のパーティーピーポーみたいなのもう見せらんない。これ見せらんないわ。これはちょっと本当に恥ずかしい。本当に恥ずかしい。くそ恥ずかしい。本当に、私ブスだよっつって、なんか女の生主とか可愛い写メあげるとかじゃなくて、本当に中途半端な恥ずかしい。今しめとして。これやばくね、ちょっと。みんな見えてるか、これ。俺のこの、18歳の頃の14年前か、やべえな、幸せそう、エンジョイしてるな、人生をな。顔変わってないね、俺ね。うわーん、ジュン好きってよっちゃんが書いてるな。14年前だぞ。やべえわ。気持ち悪いわ、本当に。冗談にならない、あれ。ただいま。よっちゃんからいっぱい送られてきたわ。俺のプリクラ、見てえか、いっぱい。高校時代の俺の一番かっこよかった頃。こんな俺にもかっこいい時期がありました。シリーズな。俺と姉ちゃんとよっちゃんだな、これ。なぜこの三人で俺はプリクラを撮ったんだろうっていう。そういう疑惑の一枚。これどうよ、これ爽やかでいいだろう。めっちゃ爽やかだろ、俺これ高2だぞ、高2。下手すりゃ高1とかじゃねえかな。高校生っぽい。顔変わってねえな、俺な。顔変わってねえな。髪短えな、こういう時。高1とか高2。俺、これから16年も生きたの、俺。プリクラの形状がなんか懐かしいもん。短くするとこうなるぞ、別にありだな。いや、光飛ばしすぎっていうか多分ね、これ画質が悪いんだよな、単純にな。昔のプリクラってさ、今みたいにさ、なんか目でっかくなるとかさ、肌綺麗になるみたいなのなかったんだよ。あいつなんでこんないっぱい送ってくんだよ。どんだけ俺とのプリ、これはやばい、これはキモい、これはやばい。 AV 男優だわ俺。これも絶大にキモいな、積み木だ。タイムシフト消す。2006年って何年？12年前。20歳か、俺。2006年9月15日だ。何歳俺。2006年ってことは？ 21 歳！はぁー。21でこれか。あれから2年で俺に何があったんだろう。やばいぞ、これ。マジで。気違いだぞ。ちゃんとした。こういう時代もこういうのが流行ってた時もあったんだよ。マジで。これ俺だけじゃなくて、街のみんながこうしてたんだよ。街のみんなが。街のみんながこうしてたんだぞ。俺だけじゃねえからな。これ身体障害者みたいな顔してんだ、顔左な。俺だけじゃねえんだぞ。街中のみんながこうしてたんだぞ。21歳。21歳成り立てだな。11年前。ひろゆきみたいな、西村ひろゆきだろうな、多分な。よっちゃんの顔が。はぁー。じゃ、ギャル流行ってたんだって、この時マジで。流行ったんだよ。お、これツイッターのアイコンにするわ。109でよ、俺やっぱ働きてぇじゃん。32にもなったし。俺109で働きてぇからさ。俺これをツイッターのアイコンにしてギャルになるわ、今から。俺。
信じらんねえ。こんなにヒサロ言ってた自分が信じられねえ、マジで。週2で言ってたからだ、俺。色黒。これ多分マックス黒い時だな、俺これ。髪の毛えげつねえぐらい長くない？今真っ白じゃん。真っ白じゃん、今。黒光りしちゃってんじゃん。カブトムシ見て、お、これだよ。あれすべ、クワガタどうせ来年も捕まんねえで荒れるんだしさ、こいつ捕まえてよ。お、クワガタ捕まえたよ、つって。黒。2006年ってことは11年、そうだね、俺32だから。あったんだよ。まっちゃんとまっちゃんの彼女の写メも送ってきやがったのか。なんでこのタイミングで、周りの奴らも巻き込めみたいな。ま、今だ、ジュン行けみたいな。うわ、まっちゃん、わけえ！まっちゃん、めちゃめちゃわけえ、こん時。いや、俺たち、年取ったな、本当にな。わっか。で、最近会った、友達に会った時にさ、俺たち全然変わんねえよな、と思ったけど、クソジジイじゃねえかよ、みんな。もう、縁切るは気持ち悪いから、あんなジジイのもと一緒にいたらさ、俺までジジイになっちまうからさ、俺もあいつらと友達でもなんでもねえや。縁切ります。わっか。ほうれい線が映るわ、俺に。いや、わけえ。いや、これ見せれんねえやつばっかりだな。いやー、そうだよな、そういう。みんなにもあるだろう。そういう昔の。よっちゃんがやべえやつ発見したわって送ってくれた。見せてくれ。こいつなんでこのタイミングで俺にネタを提供しようとしてんだ。おめえがあれだろ、俺が LINE 無視してたよ。 あれだろ、久々に反応があったからって嬉しがってこいつめっちゃ送ってきてる。ジュン今放送見てるぜみたいな。この放送終わり次第よっちゃんブロックするぞ俺。もっと見せてくれって。もっとだ、もっとくれって送ろう。なんか流行ったんだよね多分ね、俺たちって時代の中心だよなみたいな。あったんだよ。今じゃこんなシャに構えてよ。兄がクリスマスだよバカがよみたいな。俺なんでこうなっちゃったんだろう。俺結構人気者だったのになんでこうなっちゃったんだろう。いつ歯車が狂ったのかマジでわからない。女友達も多くてさ、彼女も いて幸せな暮らしをしてたのに、いつこうやって俺歯車が。ああ、俺さ、ビクゾフィリピンのハーフのよ、美容師に頼んだよ、角刈りにしようかななんて口が裂けても俺言わなかったのに。いつからだ俺がこうなってしまったのは。なっつ、俺と母さんだ、なっつ、うわこれみ、なっつ、ちょっとこれ見せるか、女の顔隠して。いやー、うわ、俺こいつ好きだったな。俺こいつセックスしたくて、セックスしたくてしょうがない。うわ、やりてー、この女と今やりてー。セックスして、うっそ、そう、もう俺の今人生唯一のこいつとやりてー。俺やりたくてやりたくて、初めてよ、デートして家連れ込んだのによ、間違えて映画のチョイスミスってよ、あいつあれ見ちまったんだよ、なんだっけ、あのさ、ジョニー・デップのやつ。トゥルルッテン、トゥルルッテン。もっと50回目のファーストキスとかにすれよ。セックスできてたかもしんねえのによ。あれしまった俺。パイレーツ・オブ・カリビア見ちまったよ。くっそー。いや、怖ー、セックスして。やべえ。うわ、やべえ。今マジで久々にムラ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 ーってきたわ。そういう意味で俺ムラッシュに入ってんだよ。じゃなかったら入るわけねえだろ。ちゃんとカッコつけてる顔してんだろ。これ多分19とか20歳とかの。
いやー懐かしいわ。初デート、失敗した初デート、二十歳とかだな、これ多分19、20歳の頃だ。2000年代だね。デートしたんだよな、俺も。最近めっきりしてねえわ。なんでしかもこのプリクラヨッチャが持ってんだよ。意味わからん。なんでこれ俺持ってねえのにあいつが持ってんだよ。意味わからん。なんで俺の思い出をあいつが持ってるの？ストーカーじゃん。意味がわからん。この子結婚してもう子供いるわ。俺の1個上だか、1個上とか2個上とかだった気がする。で、おっぱいが大きくてさ、影ではホルスタインって言われてたんだけど俺。悪口めっちゃ言ってたんで。もうでもエッチしたくて、エッチしたくて、もう好きで好きでしょうがなくて、ずーっと悪口言ってたの。あいつの父がよ、あいつのパイがクソでケイソンみたいなパイしてっからよ、つって。実況者の。ミルタンク。そういうの見透かされてたんだよな、多分。女子プロレスラーみてえだな、お前。どういうこと？女子プロレスラーみてえだなって。お前、初めて俺ショック受けたわ。俺、見た目ディスられても何にも頭に来ないことで有名な俺が初めてイラッときたわ、今。女子プロレスラーみてえだな、つって。意味がわからん。ひどい。ひどすぎるわ、それは。何この彫刻刀みてえな、俺。で、最後に、彫刻刀みてえな、俺見てお、この企画終わりにしようか。怒るなよ、みんな。俺、彫刻刀みてえじゃねえ、なんか。俺、新庄剛志みてえな顔してね。新庄剛志みてえな。新庄剛志みたいな顔してんじゃん。藤波じゃん、俺、藤波。おい、俺、藤波じゃん、藤波。なあ、藤波。俺、藤波じゃん。なあ、藤波。いやー。感情を失った、加藤純一。こっからここだけこうやってキャップ、藤波にキャプチャーしてほしいわ。俺の顔がだんだん藤波に変わるマッド作ってくれ。絶対ウリ二つだから。へぇー。こういうこともあったんだよ。もう終わり今日は。プリクラ枠終わり。俺があまりにも懐かしくてみんなに、顔出ししてるとこれが楽でいいな。ありがとうって幼稚園返しとこう。ありがとうって。そしてブロックと。ブロックと。よし、オッケー。これでめんどくさいやつからも連絡来ないと。